サルサ、音楽。サルサ、サルサミュージックはラテン音楽の一つである。リズムの基本となるのは、南米音楽特有のクラーベという単位である。クラーベのリズムは、一般的に2から3、2、3、3から2、3、2といわれるリズムで、一般的に2、2は、シンコペートされた2拍目と3拍目のみ、3、3は4拍子を3連符のリズムでクラーベースの音を出す。 その二つで、ワンセットのクラーベという単位になり、そのクラーベのリズムに、ベースやピアノが加わり、本が、ボンゴ、ティンバレスなどのパーカッションや、トランペットなどのホーンセクションが加わって、構成されていく。加わる楽器や演奏形態は、ソンや、モントゥーの、ルンバ、グアヒーラ、ボレロなどリズムによって変わる。クラーベとはスペイン語で基本、鍵という意味で、 楽器のクラーベは日本一セットで演奏するため、クラベスという。サルサのルーツは、1930年代のキューバ音楽、ソンやルンバから発展したものとされている。直接的には、1960年代のニューヨークにおける、プエルトリコ人やキューバ人のコミュニティ内で、ラテン音楽に、ジャズ、ソウル、ロックなどの要素を取り入れたものを発祥とする説。 さらにその後1970年頃までにニューヨークで確立されたものをサルサの発祥とする説が有力である。サルサに直接影響を与えた音楽はキューバの孫である。これはスペインとアフリカの影響を受けた音楽で、もともとはキューバ東部のオリエンテ州に原型があり、1910年代後半にはキューバ全土に広がった。 1920年代から30年代にかけて禁酒法が施行されたアメリカ合衆国からの観光ブームも手伝って、ソンがキューバで大変な人気を博し、多くの楽団が演奏した。1930年4月26日、キューバ出身のドンアスピス率いる楽団がニューヨークのパルス劇場でショーを開催して、大好評となったことでレコード会社が録音し、1931年には、 エルマニセロ、南京豆売りが当時としては異例の100万枚の大ヒットとなった。ここからルンバエージと呼ばれる1930年代のルンバの大ブームが起こった。この時名付けられたルンバとは社交ダンスのスタイルを意味するルンバであり、キューバにあるアフリカ系音楽のルンバのことではない。キューバの他の音楽ジャンルも多かれ少なかれ損の影響を受け融合し、 様々なアリューのソンが誕生して変質していった。その中でも1940年代には、ソン・モントゥーのが人気となる。ソンの中のモントゥーのコールレスポンスのパートを強調して、よりアフリカ的な色彩を強め、トレスに代わって、サックスやトランペット、ピアノが、楽団の編成に加わるようになった。かつてのソンの楽団の編成は、セステート、6人編成。 あるいはセプテイと七人編成であったが、1940年代になると、キューバの楽団は大規模になった。ジャズに影響を受けた大規模な編成で、ミュージシャンらがデスカルがジャムセッションを繰り返す中、ソン・モン・トゥーノのリズムからマンボウが生まれた。1944年にはアンセル・モサカサスがエル・マンボウを録音し、メキシコシティではペレス・プラードが1949年に、 マンボナンバー5を録音するなど、1940年代はラテン音楽の主流がマンボへといていった時期である。この時期ニューヨークでは、アルセニオ・ロドリゲスやフェリックス・チャポティーン、マチート・ティト・プエンテラが大規模な楽団をそれぞれ率いて、パラディウム・ナイト・クラブを拠点に活躍。そのスピード感とダイナミックなサウンドで、マンボは一大ブームとなった。 第二次世界大戦後の1940年代後半になるとニューヨークにはヒスパニック系移民が爆発的に増加した。50年代に入るとチャランガ編成によるチャチャチャやパチャンガもキューバから導入さ様々なスタイルのキューバ由来の音楽が存在した。キューバ革命が1959年に起こり、1961年1月に アメリカ合衆国とキューバの国交が断絶すると、ニューヨークには、キューバの楽団は、ほとんどいなくなり、代わりに、プエルトリコ系のミュージシャンらが優勢を占めるようになった。大規模な楽団は姿を消し、ヒスパニック系の若者には、アフリカ系アメリカ人のコミュニティから生まれた、R、R&B やドゥップ、ソウルミュージックの人気が高く、従来のポピュラーなラテン音楽の人気は、下火となっていた。 その過程において、チャーリー・パルミエリ、ジョニー・パチェーコ、デイバレットなどのミュージシャンが、ソウル・ミュージックとマンボを融合させて、60年代初頭には、ヒスパニック系コミュニティで、ブルガルーのブームが起こった。その一方では、かつてルンバやマンボの時代に流星を極めた、ナイトクラブやホールが、次々と閉店する中、ミュージシャンの間では、デスカルが、ジャムセッションが頻繁に行われ、 ティコやアレグレといった数少ないニューヨークのラテン系レーベルの企画で録音された。一例として、1966年5月23日に、ヴィレッジゲートでライブで録音された番がある。デスカルガは、プエルトリガンのアイデンティティを模索する一つの運動となり、マイオのように行われていた。1964年、ジョニー・パチェコは、法律家のジェリー・マスッチと共に、 ファニアレコーズを創立する。ウィリー・コロン、エクトル・ラボー、ジョー・バターンなどの若手アーティストの日を飛ばして、地盤を固め、後にキコ、アレグレを吸収する一大レーベルとなる。レーベルのアーティストのショーケースとして結成されたファニア・オールスターズは、1968年6月8日にレッドガーターで第一回工業を行った。アフリカ系アメリカ人の若者が、 ブラックパンサー等を結成したことに触発されたニューヨリカンの若者たちがヤングローズを結成するなど1960年代後半は若者が政治活動に強く関わった時代だったこの社会変化の中でファニアオールスターズは長く親しまれてきたソニやプエルトリコ独自の音楽であるプレーナを取り入れた曲でシングルヒットを出し続け1971年8月26日には ナイトクラブチーターでの歴史的なコンサートを行った。その後彼らは世界中をツアーし、サルサの認知に貢献した。ファニアオールスターズは1973年8月24日にニューヨークのヤンキースタジアムで4万人の監修を前にコンサートを行った。この時は興奮した監修がフィールドになだれ込んできて途中で中止となる事態となった。70年代初頭。 ファニアオールスターズの功績で、サルサは急激にニューヨークからラテンアメリカ諸国に広まった。特にコロンビアでは、ジョーア・ローヨなどの新しい世代のミュージシンが、クンビアやバジェナートの要素とサルサを結合させて人気を取った。多くのミュージシャンによって様々なアイデアがサルサに盛り込まれ、サルサと呼ばれる音楽はその輪郭を強くした。ウィリー・コロンは、 フエルトリコの発言楽器クアトロを導入したり、ジャズやロックのみならず、パナマやブラジルの音楽も採用した。ファニア・レコーズのアレンジャー、ナディー・ハーローは、エレクトリック・ピアノを加えて、モダンなサルサにした。サルサの交流とともに市場が拡大し、音楽自体が多様化、複雑化した。独立レーベルであったファニア・コーズは1970年代の10年間で弱体化し、代わりに、 メジャー資本のラテン系音楽レーベル大きく成長した。1970年代後半には、キューバとの交流も一時的に可能となり、サルサはキューバ音楽に影響を与えた。1980年代には、サルサは恋愛のロマンス、字に、セックスを扱った歌詞、スムースなサウンドとメロディを特徴としたサルサロマンティカに進化した。このスタイルは、 ホセ・アルベルトが1984年にリリースしたアルバムノーチース・カリン・テイスに遡る。ロマンティカの新しい波はニューヨークとプエルトリコのラティーノの音楽市場を締め一方で多くの若者はサルサに興味を失いロックやヒップホップ、R&B を聴くようになったとも言われる。これらの流れはグロリア・エステファンが1985年にヒットさせたコンガに代表れる。 クロスオーバーしたラテンポップの人気へとつながる。1980年代後半になるとニューヨークとプエルトリコのラティーノの間ではドミニカ共和国の音楽であるメレンゲがブレイクしラテンダンスの分野でも認知されるようになった。サルサの人気はベネズエラ、コロンビア、パナマなどラテンアメリカ諸国だけではなくヨーロッパや日本、アフリカにも広がり世界各地で サルサのシーンが見られるようになった。サルサロマンティカの人気に対する揺り戻しで、60年代から70年代のデスカルガの雰囲気を感じさせるクラシックサルサを演奏するアーティストが世界中に存在するようになった。例えば日本のオルケスタデラルスは1989年にファーストアルバムをリリースし、ラテンアメリカでヒットした。グループニチェ、ジョーアローヨ。 フルーコなどのコロンビアのアーティストは、サルサドゥラ、もしくはサルサゴルダと呼ばれるハードなサルサで人気を博した。ニューヨークでもアフリカンド、スパニッシュファーレムオーケストラといったグループが出現している。その一方でサルサは、ハウスミュージック、レギトン、テクノなど様々な音楽とクロスオーバーを続けて進化している。ダンスとしてのサルサは1クラーベイコール8泊の 音楽に6ステップを合わせて踊るため、シンコペーションに合わせ1、5拍目をステップしない、N、Y スタイルプエルトリコ系、1拍目からステップを始め、4、8拍目をステップしない、L、A スタイルキューバ系、シンコペーションに合わせ2拍目から始めるが4、8、拍目と次の後、1、拍目をタイでつなぎ、ステップのブランクを作らない、N、Y、クラブ音に等がある。 ダンススタイルはそれぞれ少しずつ異なる。日本では競技ダンスの項目の一つとしての認識が長いが、近年ではポップ歌手、リッキー・マーティン、マーク・アンソニーなどによる人気の高まりとともに、熱心なサルサのインストラクターや中南米の出稼ぎ移民、日系移民を中心にクラブなども根付いてきている。中南米、北米では一般的なラテン移民の庶民のダンスとして、 溶け込んでいる。米国へのラテン系の移民の中でも、若い世代は、サルサのことを、家族で集まる時の余興と見るような認識が強化か、一般的な米国社会への浸透とともに、今では、多くのラティーナ、ラティーノが、他の人種の戦闘を飾っている。もともとラテン系の移民の多いニューヨークや、サンフランシスコなどの大都市で、サルサのクラスやクラブが増えている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。